そうなんで、プロセスは多分みんな違うんだけど、POCS さんのプロセスはちゃんとこうセッティングされてるんだけれども、でも自分の中でここが決まってないっていうか確信になってないから、だからきっとね、決めきれてないんだね。それです。それだね。それですね。なんで決めれないんだろうな。ああ、なんかさ、自分だけ幸せになっちゃいけない。と思ってる？どっか自分の結果が出ちゃいけないとか、自分だけいい思い、結果じゃないな、自分だけいい思いをしてはいけないみたいなのがどっかにあるみたい。なるほど。そうなんだ。そうね、そうね、自分だけいい思いしてはいけないがすごくなんかこうあるね。で、自分だけいい思いしちゃうとどうしてダメなの？あ、なんかね、自分だけ幸せになることはなんかね、ちょっと許せない感じだね、なんか。だから人の幸せだったり、人が一人でポンと行っちゃった人を見たときに、なんか多分悔しいんだと思う。多分そこも引き金になってるんだ。自分一人じゃなくて、みんなが幸せになったらすごいハッピーなのに、自分だけ一人幸せになることはダメって思ってるみたい。そうね。で、それが、だから自分だけ幸せっていうよりかもあるし、自分だけ成功してはいけないものをどっか入ってるし、イコール成功だからね。だから自分だけ成功してはいけないものなんかあるし、なんかいろんなものが成功と幸せとあったかさと、なんか友情と何か、なんかよくわかんない、ここら辺の、よしえさんの本当に大事なものが自分だけではいけないって思ってるみたいだね、どうも。みんながそうでなければ、自分だけそうなっても、意味がないっていうか、なんつうんだろうな、これ。自分だけでいいよってこの人は言うんだけど、ダメなんだよね、なんか自分だけじゃ。だからそこが決めきれないんだよね、なんか。なんかそれ聞いて、なんか吉井さん、なんか思い当たる節っていうか、あ、でもこういうこと思うとか、なんかある？自分だけじゃ成功しないからなと思って、そうだね。みんなで、成功するのは最高。ね、最高だよ最ね。高。最高。でもそう。多分、なんていうのか、成功が怖いってよくあるじゃないあでする。か。どこかでね。それはあるかもしれない。1ミリぐらい。1、2ミリ。成功が怖いんだ。怖いって言ったらいいんだけど、なんていうのかな。じゃあ、よしえさんがイメージして、すごくもうみんなから、なんていうのかな、羨むような成功のしたとするじゃん。で、みんなが、よしえさんも本当に手に入れたい、もう本当これが私欲しかったのっていうものを手に入れたときに、どんな感じがする？それちょっとイメージして、手に入れましたって言ったときに、なんか怖い感じする？怖いというかね、そうね、なんかいいの私みたいな、ちょっとこう、そういうのがあるね。そうだよね、それいい。だね。それがそう。自分らしさにすり替わってないから、ならないよね、それじゃね。なんでいいの私って思うのかな。なんかうのぼれちゃうとかそっちの方？それが嫌いなの。そうだね。なんか偉そうになるそうそう、の偉そう、偉が、そう、そうそう、偉そう、偉そう。偉偉そうなそう。のが嫌なんだと思う。そういうふうに見られるの嫌いだから。そうよ。で、そういう人たちを偉そうに見えちゃうし。そう、結果が出て、キラキラして、こんなになりましたっていう、イコール、なんかこう、やっぱり違う人になるっていうか、偉くなってしまうっていうか、なんていうの、こう、ちょっとステージが、人の一般人よりか、もっとちょっと違っちゃうよ、みたいなさ、なんか、ちょっとわかんないけど、そこになっちゃうのが怖いのかも。それが嫌なんでね、そもそもそういう人があまり好きじゃないから。そうだね、偉そうな人がね。偉そうで成功するのはイメージがイコールじゃないんだね、私。そうだ、そうだ。偉そうになっちゃうような気がしちゃうんだね、きっと。別に偉そうにならなきゃいいんだけどね。ならなきゃいいけどね。でも、自分ではならないって分かっていても、周りがそういうふうに見えるんじゃないかと思ってると思うよ、きっと。なるほどね。普通の人と違う人になってしまう。イコール、他の人とは違った人になってしまう。イコール、偉そうな人だったり、なんかこう、ちょっとこう、なんていうのかな、こう、威圧する人っていうか、なんていうのかな、こう。
そうそう、威圧する人好きじゃないから、ね、そんな感じだよね。威圧する人だったりとか、うん、こうコントロールっていうのじゃないんだよな、なんだろう、こう威圧する人だね、うん、なんかそういうコントロール かける側にはなりたくないみたいな。そうだよね、そこの否定だと思うよきっと。うーん、威圧するコントロール、こう人を見下すっていうかさ、なんかこう、わかりました、あのマリコちゃん、分かった、人を威圧しない成功者を見ればいいんだ。そういう人を見ればいいのに、つい比較する人がちょっと威圧する系の成功してる人を見るから、そこと比較するから、ああはなりたくない、でもそこには行きたい。そうそう、だからもっと自分が望んでいる成功者を見た方がいいんだね。そうだね、そうね、そう、うん、で、ね、そうなの、本当にそのやり方で全然 OK なの。ただ今威圧する人だったりとか偉そうな人が嫌いだからすっごい来るの、一番今まで中で一番感情が来るのこれ、うんうん、これを多分癒した方がいいんだよ。そうしないと、いくらこっちを見よう、そうしないと見ようと思っても、やっぱりどうしてもこっちを見ちゃうんだよ人っていうのは、うんうん、ですっごく来るのね。でこれって なんだろうな、やっぱりね、すごいちっちゃい時にすごいこう抑圧されたっていうか、こう抑え込まれたっていうか、こうコントロールされた感じがあるんだよな。なんかね、あの前世を見てもらった時に階級社会にいたんだって。でその階級社会で自分は下にいたわけじゃないんだけど、でもそのなんか見下したりするそういうことがすごく嫌だったから、そういうことがない社会というか世界に行きたいと思って今世生まれ直してきたんだって。うん、そうだと思う。そう、あのね、そう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 、下の階級じゃなかったんだけど、吉江さんはね、上からも威圧され、ここからもこうなんかね、上もいる社会、あのポジションだったんだよ、どうも。だからここがまたすごいこう成功、まあ成功といえば成功なのかもしれないけど、昔のこうちょっと権力がある人、権力がある人が、まあ昔だからさ、人は人と思わないじゃん、なんかこう自分よりか下の位の人は、うんうん、吉江さんのポジションもきっともっと下の人もいたんだけど、うん、それをやることが吉江さんすごく嫌だったんだよね、うん、やられるのも嫌だしやるのも嫌だみたいな感じだったの。そのトラウマがやっぱり今回すごくあって、その威圧する、こう要はなんていうの、赤なのに白と言えみたいな、そう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 、もうそういうの本当に嫌。そうだよね、そういうことで、おかしいじゃんってね、うん、赤でしょ、なんで白なわけみたいなさ、うん、そのこう矛盾したその威圧の仕方、うん、で考え方で、まあ、そういう考え方もあるかみたいならまだいいけども、うん、もう明らかに違うでしょっていうことを押し付けてくる人、うん、そういう人にとってすっごいこう反発するっていうか嫌だったんだよね。で嫌だったんだけど、その時はどうしようもできない自分にも腹が立ってたんだよね、どうも、うんうん、その時の吉江さんを多分癒さないと、ずっとずっとそのなんていうのかな、それを持ち越してきてるから、うん、だからそのここの人がやられていった吉江さんがいるわけよ、うん、さっき言ったように赤いものを見せて白と言えみたいな、そういう感じの時ね、その時そう思った時すごい嫌だよね、うん、そんなそれだけど結局階級社会だから、うん、赤って言わなきゃいけないわけよ結局、赤って言われ、うん、殺されちゃうからね、そう殺されちゃうから、うん、命があれだから、そうなの、うん、でそうなので、この人は吉田さんの性格も分かってるから、その赤だっていうことが嫌だっていうことが分かるから余計嫌がらせでするんだよね、きっとしてたの。でそれに対して吉田さんは本当に毎回毎回自分を傷つけながら、その嫌だって言いながら、でも命には変えられないから死赤って言う、でも赤って言ったことによって自分はもうなんて情けないんだって思いながらまた赤って言うみたいな、その気持ちっていうか、その思いが残ってるんだよね、ここに、うん、どうしたらいいかな。そうね、ちょっと待ってね、どうしてほしい、うん、あのね、許せなかったのは命乞いをして赤をまだ死んだ方がマシだったのにって思ってるの、この子なんか、うん、もうすっごい苦しくって、でも死んでしまうことが答えではないっていうのも思ってたみたいなのね、この子が、うん、でも本当は死にたかったって、死にたいくらい苦しかったって、自分のなんていうのかな、
ただ赤を赤あ白いものは赤と言えて自分だけのことならいいけど、なんかすごいやっぱりいろんな人のことがあってそのなんてやられていたみたいだから、だからそれがすごい苦しかったみたいなんだよね。うん、だからね、まずはね、そうね、どうしてほしい、あーなんかね、本当にこの苦しかったっていうのをやっぱ吉江さんがに分かってほしいって、本当に苦しかったってあの時、もちろんね、命乞いしなきゃいけないし自分が死ねればいいって問題じゃなかったから、赤を赤って言わなきゃいけなかった、白いものを赤って言わなきゃいけなかったけれども、でもあの悔しさとかあの辛さは、うん、本当に辛かったって、それを、うん、誰も分かってくれなかったけど自分の胸の内はね、だけど、うん、吉江さんだけには分かってほしか、分かってほしいって言ってる感じ。それ聞いてどんな感じ？そう、そうね。うん、そう、そうね。うん、オッケー、オッケー。そうね。で、十分、なんかこの子は救われた感じ、今。うん。あの、それは、吉江さんの言葉ではなく、吉江さんの本当に辛かった思いだったりとか、今こう、なんていうのかな。そう、その思いが、この子を今、温めた感じなのね。こう、救ってあげた感じなの。そうだね、そうだ、本当にそうだね、みたいな感じなのが。で、ね、うん、ありがとうって。あの時、ずっと一人で頑張ってきた。うん、で誰も分かってくれないって思ってたって、この気持ちは、でもっと言えば言ってもいけないって思ってたって、なぜならばもちろん殺されてしまうってこともあるし、それだけじゃなくてみんなに迷惑がかかってしまうと思ったからなんだって、だから誰にも言えなかったし言ってしまっちゃいけないって思ってたって、うん、でもその気持ちが今わかるよって、うんうんって言ってくれたことによってすごく救われた思いがしてるって、うん、でなんかね言いたいみたいなのこの人今、うん、なのね、何が、じゃあ何が言いたい、あ、ね、白は白だからって言いたいって、白は白だからって、今は殺されないから白は白だからって、で権力だったりとか人の気持ちとか人の思い、人の思いだなは権力だけでは左右できないから言いたいみたい、その通り、その通り、その通りだね。多分通り、うん、吉江さんが言った方がいいみたいなんだよね。ちょっと言葉に出して吉江さん言ってもらってもいい、うん、白は白だからっていうのと、権力で人の心は動かせないからっていうことを 言って、言葉にした方がいいみたいなの、うんうん、そうね、本当にそう思って、こうほら、あの現実でも整理して、やはりね、白は白だからっていう環境も自分が手に今入れたので、うんうん、嫌なものは嫌って言っていいんだよ。そう、ね、そう、その通り、うんうんうん、そうで、別に誰かに何かされるわけじゃないし、されたところで今はね殺されないしね、本当に、ね、その通り、うん、うん、そうよ、本当そうよ、だから自分が思う通りに生きるべき、その通り、うんうん、その通りです、そう、うん、でその時の過去の吉江さんが教えてくれてるのが、これだけ人が集まって、吉江さんの下にはすっごく人が集まってたんだって、吉江さんのことをしたって、これだけ人が集まっているのはなぜかって言ったら、私が私の思いを人に権力でぶつけなかったからだって、みんなの気持ちを
うん、みんなのことをとっても大切に思ってたから、だから上からやられたことを私はその人たちにはやらなかったからって。だから、その人たちが集まってくれて、多分心を、なんていうの、心を許してくれていた。本当の意味のつながりを持っていた。うん。だから、本当の意味の成功者だったんだって。その時の吉江さんって。うん。今もそうでしょって言ってるよ。そうね。そういうふうにね、したいね。うん。したいねというか、そうなるね。うん、だって、うん、今すでに周りにいっぱいいろんな人たちが集まってきてくれていてさ、ね、吉江さんの思いに賛同してくれる人がたくさんいて、うんうん、で、吉江さんのその嘘がないっていうか、そのなんて言ったらいい？人を思う気持ち、その偉そうでいろいろコントロールするわけじゃない、うん、思う気持ちでたくさんの人が集まってきてるんだと思うんだよね。うん。その積み重ねが結局成功だから。うん、そういう成功者になるために今回来てるって。だから今覚悟を決めるのは人との心が通じ合うそういう関係性を持った上での成功っていう、うん、その成功者になるっていう覚悟を今決める時だって、うん、そうね、それがまたちょっとね、その昔の時々癖の思考に戻るんだよね。うん、それが比較だったりするんだと。そうそうそう。でもね、今自分の中で落ちたじゃん。こう、うん、そういう成功者になるんだって。うんうんうん、だからじゃあ私はそういう成功者になる。今までモデルがなかったのよ。そういうふうに頑張ったりとか、うんうんうん、偉そうな人だったりとか、人が離れていってしまう人だったりとか、うんうん、なんかそういう人しか見てなかったから、そういう本当の意味の成功者が周りにいなかったんだと思うんだよね。うんうん、で今自分はじゃあどういう成功者になるのって言った時に、ね、人との気持ちが通じ合うことで結果が出る成功者になるっていう、うん、そのモデルというか、それだったら大手を振って多分隠し決めれるんだと思う。うんうん、でもこれは多分吉江さんが言った方がいいね。私はそういう成功者になるって、その、そういうっていうか、要は人との関係性を大切にする人が本当にあったかい気持ちだったり、こうなったり、こう信頼とか、思いでつながってる。思いでつながっている結果が出る人になる。で、多分今決めた方がいいと思う。だいたい決まって、来てた。本当の意味でね、すっごい今チェンジングの時で、で、吉江さんが本当に今このタイミングだからここになったんだと思うんだよ。こういうやり方をやるって決める時だったんだと思うんだよね。うん、うん、だからそれを多分吉江さんの中で今本当にタイムリーで決めることが大事だから、私は人と、うん、何、人を大切にする、うん、あの、うん、人とつながって成功する、うん、人とつながって成功する、そう、うん、それをそうなるって、まあ、それを確信にしてほしいのよ、うん、人とつながって成功する、うん、成功したでもいいし、うん、したでもいい、うんうんうん、そう、それを今ここで決めたことによって、ここの一生懸命ジャッジしてた子人ね、うんうんうん、が分かりましたって分かりましたみたいな感じ、分かりました、私のジャッジはもう必要ないねって、うん、で、何をするかって言ったら、うんうん、私のジャッジは何だったかって言ったら、この子何を役に立ったかって言ったら、結果にコミットしてた人なんだよ。うんうん、だから、ジャッジとかじゃなくって、もう人とのつながりを作っていく方に専念するって。そうすれば結果が出るから。うん。すごーい、うん。で、その結果っていうことにコミットして、人とつながる子と、一番先に出てきていた、この無邪気で、もうこんなに頑張ってるのにって言ってる子。愛の子ね、うん、要は、ほら、うん、人のために責めてる子。この子が一緒になるのよ。うん、一緒になったの、今。手を取って、一緒にやろうね、みたいな感じ、うんうん。で、何が起きてるかっていうと、この無邪気な子は、もうすごい一生懸命やったことが全部報われるじゃん、みたいな。この子と手を取ったから、うん、一生懸命やったことが全部結果に出るじゃんって、すっごい喜んでる。で、この人は、もう結果に出ることにつながりをするし、あなたのその頑張りを貸してね。力貸してねみたいな感じ、うん、だからみんながもっと言えば、今まではこう
目的がこうちょっと定まここっていう目的が決まってたけど、うん、みんなのやる方向性が変わっなんかちょっと違ってたもんだから、うん、エネルギーが分散してたんだよね、うん、だからそれが一生懸命のこと結果をつながりで出す子が一緒になってでここで今決めたからここにも一緒になってみんなが一つになった感じ結果が出るねこれはもう間違いないよ吉江さんなんかすごく私もすごい嬉しい、うん、間違いないで、この子たちを吉江さんに返すので、ちょっと胸の中に入れて、この子たちのぬくもりっていうか、この子たちとこう、一つ、吉江さん自体が一つになってもらっていい？ちょっと胸のところから、ずっと入っていって、ほわんってあったかいのが胸の奥にあるの分かる？うん。その子を、吉江さんのエネルギーとか体温をいっぱいその子に入れてあげて、体いっぱいに熱くしてあげてもらっていい？お上手。そうそうそう、いい感じ。すっごいいい感じ。すごいね。これがね、もう一つになったから、吉江さんと。吉江さんの体と一つになった感じだから、このエネルギーで言ったらもう本当間違いないよ。いい感じ。よかった。すごい、やっぱり。やっぱり今日だったね、本当に。いろんな意味で。よかった。なんか本当に結果が出るね。しかも今度はつながりを持って人を大事にして結果を出している人にいっぱい今度会っていくからきっと。それ嬉しいわ。そうそう、モデルができると、まあ、こういうふうにすればいいんだとか、こういうことねって言っていろんなアイデアをもらえると思うから、すっごい変わっていくと思うよ。そっち行きたい。本当に。でもまっさらになったらそっちに行きやすいよね。行きやすい。もう違いないよ。だからそういう意味の今タイミングだったんだけど、いろんな意味でいろんなことが変わってきているっていうのはそういうことだったんだと思うよ。うん、ありがとうございました、うん、マリコさん。怖いことも何にもなく、本当に自分が、うん、あ、そうそうそう、ちょっとこれからちょっとアドバイスでね、うん。今までちょっと慣れないから、やっぱり自分の習慣パターンみたいなのが出てくるんだよね。だから、そういう時には、ここを、私、つながりで成功するって決めたよねって、ここを再確認してほしいのよ。そして、今の感覚、このあったかさ、を思い出すと、そうするとね、アイデアだったり、あの人にちょっと会ってみようかなとか、あの人、あそこに行こうかなっていうアイデアが出てくるから、直感が来るから、その通りに動いてほしいの。うん、でそうするとすっごい近道でいろんな人との、うん、だってこのつなげてくれる人が一つになってるんだからさ、うん、この人の直感使うのが一番いいじゃん、うん、だけどこの人が隠れてしまうのは不安だったりとか、うん、前のようになんていうのやっぱり私は無理だと思ってしまうと、うん、この子はつながりの子はちょっと隠れるのね、うんうん、だからいやいや私つながりで成功するんだったわって思い出してもらってであの体感をもう一回思い出すとそうするとピッ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 って出てくるからそこで動いてねって感じ、うんうん、いやーよかった本当にありがとうございました本当に素晴らしい、いやよかったよ本当に吉江さんがこういう形になれたのがすごい嬉しいわ